私とあんたです。こんにちは。こんにちは。お願いします。じゃあ早速。はい。何が？ちょっとあいにのか。レレもそうそうそう。もう覚えようや、これぐらい。いや、ちょっとわからない。前回ロケット団のアジトもそう、壊滅して、で今はほら、LGBT の街にも。そうや。覚えてるか？覚えてる、もうそんな。たまたま。もう衝撃。たまたま。衝撃的な事件やから。ほんまやな。で、今日は、すごい。ロケット団のアジトで手に入れた、シルフスコープってやつ。んなんか、幽霊が見える。あ、そうやん。そうそう。それを使って、なんか、ポケモンタワーやったっけ幽霊なんかもう、何もせんでも見えるけどな。この間ほら、お茶もらったやん、おばあちゃん。覚えてへんかもしれんけど。お茶？マンションでおばあちゃんからお茶もらったやん。何その、現実の話は。いやいや、ゲームなの。ゲームの話な。そうそう。で、なんかほんまに。その、このケビン、喉乾いてるって言っとったから。うん、ほら、山吹シティ山吹シティに来れんの？なんか知ったかぶりやん。山吹シティをまるで知ってるから。全然、いや、全然知らん。噂の新鮮やん。あ、何？山吹シティに来ちゃったな。わからへんけど。とりあえず、じゃあここ話していこうか。悪いことやりまくって、そんな知ってんの？知ってるの？それもロケットだよ。すごい嫌がら言われてる。ちょっと気味が。あ、私が言われてんの？まあ、どれなりは分かる。まあ、そうやね。そうや。みんなそうや。噂になるかも。まあ、そうだね。もう噂になることなることを。ああ憧れてるっていうのは僕でもない。話題の中心に言いたい人やろ、うん、じゃあ話題の中心になった時にどんなに嫌な思いするかっていうのを知らないで、ね、あ、そうやな、ね、君割とそういう中心させられたタイプ、で、ところどころこう全員ハゲてるよな。ハゲ多いよな、このゲーム。なんでこんなハゲが多いの？はーい、ガバガバ、ガバガバって書いてある。あ、ガバガバ、ガバガバ、あ、ガバガバ、ガバガバ。どうばっかり言うても、お茶、ムカつくな、なの、どうも。お茶あげたら全部取れるようになるんか。ハトそうなの。右やな、右。何がどうもや。お話は、お話何でも直しよ。何でも直しよ。眠い。まあ、ええわ。ジム入らへんな、そこも。あ、左もないや。それないや。これ。入れてくれられへん。下手もなっけ。あ、ちょっと待って。まだね、牛がいる、牛が。牛ちゃう？鉢巻きしてる人や。あ、そうなんだ。あれ、これジムな？上この。あ、いるな。あれジムリーダーか。あ、なんかでも、ほら、アイテムあるで。道場破りかーって。まあ、道場破りやな。ゲームセンター嵐知ってる？知ってるよ。なんでその話題が出てきたの？でも、浄土嵐って言ったらもう。道場嵐。柔道。ゲーセン嵐じゃないの、あの人。じゃ、だからあれはゲームセンターを、あらすやろ、うん、私前歯で連打するやつやろ。私知らんかったん。炎の狛江。ゲームセンター嵐の意味知らんかったんやけど、ゲームセンターが大好きな嵐って男の話だと思ってた。いや本来そうやで。え、そうなんやけど、それが荒らしてる男なんやってことに、道場荒らしみたいにゲーセン荒らしてるやろ。かけ言葉やったんやってことに気づくのにすごく時間がかかって、あいつはゲームセンター荒らしてたやつなんかと思って、岩尾って前も出てきたもんな。岩尾出てきたか。岩尾は出てくる。
岩尾って君がポケモンにつけそうな名前が。もうね。マンキーやで。マンキーや。モンキーちゃう。本格的な発音やから。そうミス、ホニャララとか言う。もうすごく怖がって。ミスなんとかとか言う。君そんなあれやと。よう出とって。ミスなんとかとか言う。何ミス。あ、ミス、あ、そうだ、ミスだ。その話だ。それな。それ。それな。ほんま、それ私、帰ったしてたから、それ。何帰るもう。君、ミスなんとか選ばれた。じゃあ、ミスなんとかのやつに、帰ったし、いい言い方すごい。だから。あ、そうな。じゃあ、なんとかってやつに、やるとか言うやん、うん、あ、そうなんや、へえとか言ってて学園祭とかでやるやん適当に返事してたら、うん、ほんまになんかそれにエントリーされてたそう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 え、それは嫌とか思っていや、やばいとか思ってたわけやんかこっちはもうそんなんいいねとか思ってめんどくさいなとか思ってて、うん、じゃたまたまほんまにその時に、うん、そのあの本当にいかなかやつがあって、うん、そんなとこやっちゃう場合ちゃうねってなって、うんほんまにブッチした人ですよそんなやつに聞いへん人最悪やんってなってまあ行かへんっていうなかなかないけどじゃそれでしかもその時は行けへんかっただけやで次の日のそういうのってほら2日ぐらいあるよ2日3日に、まあ、予選と本戦だ次の日の、うん、自分が出してるみたいな段階に行ってたよ確かに負けた道場の看板だけは持っていかないでくれ。いかへん、そん代わりにわしの大事な格闘ポケモンくれる言ってるね。私はね、どっちがいいの？キックかパンチ。キックがいい。じゃあこれ。どうしよう、沢村さんなん？沢村さんやな。足ぽ。足ぽ。足ぽ。かわいいやろ？キック大好き、足ぽやな。足でポン。ポン、ポンなんや。ポンあんま強そうちゃうな、ポンは。それポンってやるにもかかわらず、グッって。右の方に行こうか。じゃあ。ここ一回通った道やから、これ4人覚えてへんか。このおっさん、ヒゲヒゲ、あず、いていたこのヒゲ、ハゲヒゲ。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 ハゲヒゲ親父だ。でも大体ハゲてる人に限ってヒゲを生やしてるな。そうか。違うの？いや、そうなんだな。あ、じゃあ、これで一回は。一回とりあえず、ここで、レポート入れ、書いて。ここやな。そうそう、そうね。レポート書いて。もう大好き、この場所。この場所にこれすごい落ち着くんだよ、この。ここのとこに配置される瞬間に急になんか。自分で立ってるだけ。急に落ち着く。うんミスコの話がなメインだったからな。ミスコあれで本当にそうすごかすごいなんか大騒ぎな。僕もせーのミスコ出たやで。あ出たの？出たんや。ちゃんと出たの？出たんやで。出場したんちゃんと選ばれへんかったの。選ばれへん。まあなんかそういうノリがあるやんか大学の。いや、もう私行ったらよかったじゃん。そこに行ったらよかった。僕の大学はちょっと特殊な大学やからな。あ、なんか、あまあ、そうやな。そう。ミスコンなんてさ、所詮さ、3、4人、大して出てきてへんやん。まあそうやな。だから、女5人の男5人とかやろ。そう。5分の1の確率やん。ああ、そうやな。そんなんもう何にも面白くもないやん。そうやな。まあ私、ちなみにほら、その前から言ってるけど、3、400人のうちのそうやな3、400分の1やったからあ、まあ、もっとそっちの方が断然もう自分的には大事やんかあまあないろんな意味でそうだそうやこんないらんわぐらいの感じだこれいらんねんこんなやつまあまあそうだこのど素人が選ぶやつなんか私いるど素人言うたんねど素人一応本気でやってはるやん選ぶやつは私がそこに入れっていうのって話や当時の私からそりゃそうやけど、まあ、君だがそういうちょっと華々しいところにおったから当時の私からしたらそうやってちょっと待って私をそこに今入れようとしてるの誰やこんなところにエントリーしてみたいさとか思ってるやん
じゃあ、とりあえず一回、目的地戻ってきたし、次回は、じゃあ、次回っていうか、このまま続き撮るけどな。なんだっけ、シルフスコープ使って、ポケモンタワーっていうところ登って、で、お化け。ねえ、それが見た。そうやな。そうやな。お化けは、正体を、お化けの正体を。得意やから。で、前もちょっと言ったけど、そのゴーストタイプっていうの出るから、それ、またちょっとポケモン新しいの捕まえたいし、そういうつもりで。ってことで。はい。はい。はい。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。